から外交防衛委員会を開会いたします。議事に先立ちまして一言ご挨拶申し上げます。去る6日の本会議におきまして外交防衛委員長に指名されました馬場誠司でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。本委員会は外交防衛安全保障に関わる事項を所管しており、国民の関心も高く、その使命は誠に重大であります。委員長といたしましては、皆様方のご指導、ご協力を賜りまして、公正かつ円満な運営に努め、重責を果たしてまいりたいと存じますので、何卒よろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに山田博史君、武見敬三君、三浦信弘君、大塚康平君、および長峰誠君が委員を辞任され、その補欠として、和田政宗君、高橋光雄君、上田清君、岩本剛人君、および私、馬場誠司が選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い、現在理事が3名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは理事に、宇都隆君、和田政宗君、および高橋光雄君を指名いたします。国勢調査に関する件についてお諮りいたします。本委員会は今期国会におきましても、外交・防衛等に関する調査を行いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。これより請願の審査を行います。第1号、戦争法である平和安全保障関連法を速やかに廃止することに関する請願、ほか52件を議題といたします。まず専門委員から説明を聴取いたします。神田専門委員。お手元の A4 横のページ番号が入りました第207回国会外交防衛委員会付託の請願の概要と題する資料に基づきご説明いたします。今国会中本委員会に付託されました請願は5種類、総計53件でございます。まず資料1ページの1号ほか12件は平和安全保障関連法の即時廃止を求めるものです。次に2ページの29号および3ページの101号ほか12件は木更津への陸上自衛隊オスプレイ暫定配備と日米のオスプレイ整備の中止、オスプレイの飛行と日米共同訓練の中止、米軍普天間基地等へのオスプレイ配備の撤回、佐賀空港への陸上自衛隊オスプレイ配備計画の中止等を求めるものです。次に4ページの54号ほか12件は地域的な包括的経済連携 RCEP からの撤退等を求めるものです。次に5ページの88号ほか12件は辺野古新基地建設の中止、普天間基地の運用撤去を行うための対米交渉を求めるものです。以上でございます。以上で説明の聴取は終わりました。これらの請願につきましては理事会において協議の結果いずれも保留とすることになりました。以上のとおり決定することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって採用決定いたしました。継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。外交防衛等に関する調査につきましては閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出したいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め採用決定いたします。なお要求書の作成につきましては委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め採用決定いたします。委員派遣に関する件についてお諮りいたします。閉会中の委員派遣につきましてはその取り扱いを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議、ね、ございませんか。ご異議ないと認め採用取り計らいます。本日はこれにて散会いたします。